オーダー TV ご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。リュウです。リュウです。こちらですよ、クレイさん。今日は。キュンメルのリニューアルの。そうですね。インパクト大の一番目玉かもしれないですね。これも新作ですね。完全新作になりましたね。はい。商品名をお願いします。ブランカーレ3。はい。ブランカーレ3ですね。はい。まあ、ブランカーレっていうのが、そもそもどんなモデルかっていうところなんですけど、まあもう見た目でわかるんです。見た目でもうね、僕はもうこのシューズを見た時は絶対履くって思いましたね。あ、なるほどね。もうこれはむしろ履かないでどれを履くんだっていうぐらいなんか訴えられた一足で。そうですね、やっぱりそういうリュウヤンみたいなこう、はい、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるっていうか、いや間違いないですよね。あの真に受けする靴では決してありません。そこはもう最初にね、はい、断言します。断言してもらって、はい、ただそのブランカーレができた当時っていうのはこうヒュメルっていうのはものすごく個性的なものを作ってるようなのが多くて、はい、例えば昔であればインパリっていうモデルが、はい、あの両足でね色が違う、違うんですよね。 それがちゃんとセットで売られてるんですよね。履き替えてるわけじゃなくて、でしかもこう単色とかじゃなくて切り替えで色が違うとか、はい、そういうのもある中で、まあ、その特徴的な代表作であるブランカーレ、結構昔から出てるんですよね。昔からあります、はい、でなんかいろんなデザインというかミッドカットが出てたりとか、そう和柄とかもあった、まあ、やっぱ旅っていうところでね、やっぱそういうところなんでしょうね。ソースとしてはソースから来てるし、うん、あとはただ見た目のねとらわれがちなんですけど、実はあの和柄の時とかは、はい、ゴートレザーって言われる、はい、羊の皮、羊もう今使ってるシューズないですよね。ゴートレザーってあるんですか。一応あります。 あるんですね。あります。はい。出会ったり、まあ、カンガルーとかじゃなくて羊の皮を使ったりとか、はい、もありますし、そのミッドカットの時は、まあ、今も使われてる XA のベースにしたりとか、はい、まあ、ミッドとローがあったりとかね、いろんなパターンがあったりもした中で、まあ、この足袋のこう独立した親指がね踏ん張れる感覚とかっていうのをこうミッドサリーに落とし込んだっていうのはものすごくこう特徴でありつつ、はい、やっぱりこう熱烈なファンはいる。いや間違いないですね。うちも今ちょっと売り切れちゃってるんですけど、うん、問い合わせがあったりとか、はい、あのヒュンメルさんの方自体にも直でもうこれまた作ってくれとか、いつ復活代行するんですか。なるほど。あの手紙で来たりするらしいです。すごいっすね。なかなかメールとか、そうそうそう、だからすごいファンがいる靴なんですよね。はいはいはい。愛される一足というか、確かに、はい、万人受けしないからこそそういうコアなファンが多分いるっていうのが、いるモデルなんですよ。という僕も3年ほどこのブランカーレ1個前のこちらの前のモデルですね、はい、履いてて、やっぱもう、2足3足か履き、そんな履きました、履きました、すごい、めちゃめちゃやっぱ良くて、で最初は確かにこの足袋の感じが慣れるまではだいぶね僕は忍耐が必要でしたね。そうですよね。ただ慣れるともう本当になんだろうな、この踏ん張り、今クレさん言ってくれたようにとか、横のこのグッていく時のやっぱ親指の力の入り具合とかもう全然僕としては違ってて、まあ、トゥーキックはね最初慣れるまでちょっと難しかったんですけど、はいはいはい、まあ、それも正直ね慣れちゃえば感覚が大体つかめるんで、いやー僕はすごい好きですね。だし思い入れがめちゃめちゃあるシューズ、ね、シューズってやっぱりこう当たり障りないっていうとちょっとあれ語弊が出るかもしれないですけど、履きやすい靴ってもちろん、ね、うん、いいっちゃいいんですよ、うん、いろんな人履けるし。そうですね。ただこういうもう癖の強い靴っていうのは、はい、あの愛す人は本当に愛される一足であって、う、ね、僕こういう靴は本当にちょっと履けないんですけどこのサイズがね、レンジが ね、あったりするんで履けないんですけど、こうやっぱりスタッフもねこうちょっと目にかけるというか、いやそうです、ね、気にかけちゃいますよね。なんかそうそうそう、こういうちょっとね不器用な感じのシューズがより多分愛したくなってしまうというか、でお客さんがこれ目がけてきた時とかもちょっと接客のなんか、はい、ね、テンション上がりますよね。テンションちょっと違いますよね。あ、そう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 、いやこれこれ履きたいですかってむしろ、ね、なんか説明したくなるし、確かに確かに、なんか一緒になんかこう感じていきたいよね。そうですね。こういう靴ってやっぱ出るよね。出ますね、接客力で。そう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 、結構やっぱそういうあの今まで歴史回り、今回またねまさかこれが僕はアップデートされると思ってなかったです。正直なところ。確かに。だから結構僕はそのヒュンメルさんがフットサルシューズに対して、うん、
やっぱその熱量をめちゃめちゃ持ってくれてるんだなっていうのがなんか感じるような一足かなっていう。そうですね。っていう意味でもこの21年秋冬で、はい、秋カーレも変わったっていうのは、でしかもブランカーレも変わったっていうのはなんかちょっとこうありがたいというか、うん、嬉しいですよね。そう、なんか気合を感じられるっていうのは、うん、間違いないですね。ありますよね。はい、はい、まあ、いろいろ話しましたけれども、いきなりスタートでめちゃくちゃ上がってます ね。いやでもやっぱそれぐらいやっぱ思い入れがありますよね、このシューズに対しては。ですね。はい、では早速スペックを話していきましょうか。はいはいはい、じゃ早速まずはアッパーからいきましょうか。はい、まあ、アッパーはあのブランカーレ2ではあの XL っていう個人あのアピカーレ別注でも使ってた人工スウェードを使ってて、はい、あすごいファンいましたよね。そうそうそう、うん、あれのこうしなやかさ柔らかさ耐久性っていうとブランカーレ3でも使ってます。はい、あのなのでまあこう遜色ないっていうか前の部分の柔らかさ変わらずだと、うん、はい、変わらずに、まあ、耐久つま先の部分はこう人工皮革の肝を使って耐久性を限定を保つような作りでありつつ、はい、後ろの方はナノフィットスキンを、はい、しっかり今のはしっかり落とし込んで、ね、作られているっていうのは、はい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 、なのでまあ柔らかさもしっかりあるっていうところと、あとはまあビューや入ったから分かるんですけど、はい、このシューレースフォース、そうやっとここ変えてくれたかっていう正直な意見です。これは僕の前4つだったんで、はい、あの浅いスニーカーでも4つってなかなかないマジで紐探すの大変でした、ね、僕はめっちゃ長かった。結構ギチギチに縛るのより好きなタイプなので、うん、僕普通に入ってる紐がめちゃめちゃ長くて、こうちょっと前の部分がスリッポンじゃないか、あ、そうですね、そういう感じの作りだったから、はい、こうピタッとする人はするんだけど、うん、ちょっと合わせづらいっていうのが正直あって、はい、これをこうシンプルに7つ、そうですね、もうこれだけでだいぶ違いますからね。なんでこう甲周り全体のこうフィッティングっていうのが上がってますよね。しっかりしてると思うので、ね、非常に履きやすくなってるっていうのがありますね。はい、っていうところですかね。そう、あれはやっぱり確かにちょっと癖あ、いや癖に癖を重ねた、癖強かったですね、あそこは。なのでだいぶそういう意味でも良くなってるなっていうのは改めて思いますね。もう本当に履きやすいと思います、ね、うん、はい、っていうところですかね。はいはい、じゃ次はインソールですね。はい、これもアピカーレ5という DMZ さんの、はい、出てちゃんと旅に、ちゃんと旅になってる、これはすごいですね。でしかももともとのこうしっかりした機能入ったものが入ってるっていうのは嬉しいですよね。そうですね、もうそのまま履いても全然機能性としてはもう間違いないというか、結構あの別売りを切るってなると難しいですよね。いや難かったっすね正直。でも僕はインソール正直外して履いてたので、なかなかだね。いやもうなんか素足感覚が好きなんで、もうそうだったら、しかももともと昔入ってた、ブランカーレは普通にメッシュのインソールで僕あんま好きじゃなくて、はいはいはい、だったらいらねえなと思って剥がしてあげました。あの良い子は真似してるんで。そうですね、もうこれは別におすすめしてるわけではない。おすすめしません。はい、ただそういう意味ではこれはもうね機能性もちゃんとあるので、はい、これを入れたままもうその履いても、ね、競技志向の人たちでも全然いけます。いけますよね。はい、でこうライニングも人工筋も使ってるんで、はい、かかと周りの良さっていうのも、そうですね、中でずれない感覚っていうのもちゃんとあるところで、本当にそうですね。はい、はい、次はサイズ感ですね。はい、まあ、こちらはまあいつものサイズ表を載せつつも注意が必要な部分が、はい、そうですね、あるというところで、まあ、僕も実際履いてた感覚を話すと、まあ、いつも通りのサイズ感で選んだとしてもやっぱこの足袋になってるので指の長さで正直やっぱ履けないっていう方ももちろん多分いらっしゃると思うんです。そうですね、まあお店で接客してもね、親指が当たる、当たるっていう、ここがどうしようもできないところではある一足だからこそ愛される。そうなんですよ、もう会う人にはもう抜群に合うっていうところなので、もうこれはちょっと正直試し履きをしてもらいたいに尽きる一足なんですけれども、はい、まあ、あと横幅も比較的僕は広く感じましたね、履いてて。そうですね、もともと広めな設計になってます、はい、はい、ところですかね。はい、なのでまあちょっと注意しつつ、あとはそうですね、
先行っちゃうと、うん、あの足袋か5本指のそうですね履いてもらうと、はい、で僕ブランカルユーザーにもかかわらず1回ミスって、はい、普通のソックスを履いてきちゃったんですよ。でまずいっすね。でもう究極仕方ないんでその親指と親指の間を切って練習に挑みましたねっていう苦い思い出を今からそうならないようにね、はい、そう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 、ぜひ足袋か5本指ソックスをちょっと履いてもらいたいですね。まあ今こう機能性あるのいっぱいありますね。そうですね、はい、いろいろ選べると思うので、はい、ぜひぜひそちらを履いてもらってこちらを着用してもらえばいいかなと思います。でデザインですかね、カラーリングというかですね。まあ今までのこうブランカーレって結構、うん、まあグラフィックというか和柄もあって、そうですね、まあ足袋にこうミッドカットで、はい、ちょっと本当に特徴的なカプリっていうところからこう現代的なというか、うん、ちょっと切り替えをスタイリッシュになりましたね。多くしたりして、まあもちろん適材適所の切り替えにして履きやすさをしっかり出しつつも今風というか、ね、確かにこうなんかよく見るとリフレクターを採用してたりとか、かかと周りね、はい、インサイドとアウトサイドもロゴが微妙に色が違ってたりするので、なんかそういう意味でもよりまあ履きやすくなったというか、そうですね、はい、ところですかね。ですね、はい、では最後にまとめると、はい、まあ今までのこうブランカーレの良さっていうところをしっかり残しつつ、まあ見た目も含めて現代的なところにアップデートしたっていうのが一番大きいかなと思います、はいはい、まあ、素材含めてね、柔らかさしっかり残しつつ足袋の良さもしっかり出せるように設計もしています、はい、まあ僕も実際履いてたので結構履いた時の良さとしては、まあ、ゴレロも履いてる選手何人かいらっしゃったんですけど、やっぱ横の踏ん張りっていうのがやっぱすごく効くシューズなので、そういうのもゴレロユーザーの方とかは全然ありなのかなと思いますし、はい、まあ、やっぱなんといってもね、周りと被りたくないっていう方絶対いらっしゃると思うので、そういう意味でもマストでおすすめできる一足で、機能性もしっかりやっぱあるの で、ね、はい、そこに関してはもうハマればずっと履きたくなるようなシューズなんじゃないかなって思いますね。もう本当に熱烈なファンはね、うん、いますからね。そうですね、常に、はい、だこれいつなくなるか分かんないって言って1回3足ぐらいストックしてる方もやっぱいましたね。あ、そうなんだ、はい、いつメーカーの在庫がなくなるか分かんないっていう、まあ確かにそうだよなって思って、やっぱ数はね、うん、どうしても多くはないんですよ。そりゃそうですよね、はい、うん、置いてるお店もなかなか多分少ないと思うので、そうですね、そういう意味ではね、フォーダでは取り扱いしてますので、ぜひぜひサイズ感をね、試しに来てもらえたらなと思いますね。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。